はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、久しぶりにゴールデンタイガーさんにお邪魔しております。いや、ゴールデンタイガーさんといえば TKM というメニューがあるんですけれども、これめちゃくちゃ冷たくてうまいんですよ。でもね、暑い夏にはぴったりなので、皆さんにね、また改めてこの TKM をご紹介しようと思うんですが、本日はこれね、シンプルな TKM をお店おすすめのカスタマイズでね、今回は3種類ほどいただいていこうと思います。でもうすでにね、メニューの方は作っていただいておりますので、商品がね、到着するまでもう少々待ちたいと思います。ということで、ただいまですね、1杯目の TKM が到着いたしました。TKM1 杯目がですね、生卵増しでございます。まあ、こんな感じでね、生卵増すと見た目も映えますんで、ぜひね、皆さんもお試しください。それで、早速ね、いただきます。まずね、これ、生卵いかせて、うわ、うまっそう。どうですか、皆さん、これですよ。うわ、めちゃくちゃうまそう。TKM カツオとレモン2種類選べるんですが、今回はね、これカツオでございますね。これしっかり混ぜて、早速ね、いただきます。うまいこの時期にやっぱ一番ですね。醤油の返しと生卵とこのカツオの風味が合わさって、シンプルなんだけどうまいんですよ。うん、うん、でこれね、もちろん TKM 卵を増さなくても美味しいんですけれども、増すごとにね、もちろん卵黄のコクとかも風味が合わさって、味がね、若干ではありますけれども変化もしますんで、そのあたりは各好みに合わせてちょっと調整してください。うん、でちょっとこのあたりでこのわさびをしっかりと溶いて、これも味変していきましょう。わさび合うな、やっぱ。うん、ね、普段から僕も動画で言われるのが、噛む回数結構少ないんですよ。なんですけど、本当にこのゴルタイさんのこの麺は、ちょっと一回ね、皆さんも一本だけでもいいから喉越しをね、味わってもらいたい。もちろん歯ごたえとか噛み心地もいいんだけど、その形が残ったまんま飲み込んだ時の喉越しがね、ものすごくいいんで、意識して食べてみてください。じゃあちょっとこれ締めのライスお願いしてもいいですか。ありがとうございます。ということで、今ね、締めにご飯を入れて TKM から TKG になりました。で、今回ですね、ご飯追加とともにこれ味玉も注文させていただきました。こちらをね、一緒に崩しながら食べていこうと思います。よいしょ。こちらが味玉入りの TKG でございます。めちゃくちゃ贅沢ですね。いただきます。うん、うまい。うん、もうね、あの味玉入れない、もちろん TKG も美味しいんですけど、味玉ね、崩して入れると、この白身の弾力のあるその食感とかも増されて、普通のね、TKG よりも食べ応えが出るんで、ぜひおすすめです。皆さんもやってみてください。うん、うん、ということで、タイムですね、1杯目の TKM 完食いたしました。ごちそうさまでした。
ということで、ただいまですね、2杯目到着いたしました。2杯目にいただきますのが煮干し粉トッピングでございます。こちらのトッピングなんですけれども、券売機にはなくて、まあ、SNS とか見た人は知っているよ、注文できるよっていうようなメニューなんですけれども、まあ、通常でもこちらのね、煮干し粉は用意してあるみたいなので、ぜひね、気になった方はこちらの煮干し粉トッピングしてみてください。でこの煮干し粉にはレモンが合うってことなんで、 TKM をレモン仕様にしていただきました。それではこちらもいただきます。いやー、これうわ、いただきます。うん、めっちゃダイレクトっすね。確かに煮干しが苦手な人は無理レベルかもしれないけど、でもやっぱ好きな人は好きだと思う。通常のね、TKM とかと比べても食感、のど越し全部変わってくるんで、好みは分かれると思うんですけれども、煮干しがね、好きな人は一回試してみてもいいかもしれないですね。うん、これね、おすすめってことなんで、ちょっとこのあたりでレモンを絞ってみますか。ちょっとこれね、レモン絞らせていただいたんで、うん、ちょっと煮干しの香り、まあ、これもね結構強めではあるんで、レモンを絞るとその酸味とね、香りと加わってすごく爽やかになって、もう夏らしいメニューになりますね。うん、ということで、タイムはですね、2杯目完食いたしました。で、続いてのね、3杯目もありますんで、今回追い飯はちょっと抜きにさせていただきまして、次のね、メニューが到着するまで待ちたいと思います。ごちそうさまでした。ということで、タイムはですね、3杯目最後の品が到着いたしました。今回いただきますのが、 TKM にトララー油というトッピングと海苔を合わさせていただいた形になっております。で、早速いただきます。パンチある、すごいな。これラー油入るだけでもう別メニューですね。うん、このラー油もフライドオニオンかが入ったような、このジャリッとした食感の、いわゆる食べるラー油に近いような香りと辛みなんで、このね、麺の感じとものすごく合いますね。ちょっとこれ海苔も任せていただいて、何回も TKM 食べてるよとかっていうお客様にはね、ラー油を入れてパンチを出してね、今までとは違う別メニューみたいにしてみるのもまたね、ありだと思います。これ、ね、これ辛いのに多分酸っぱいなと思いますので、一旦ここでお酢をちょっと回しかけて、でプラスこれレモンの、ね、酸味も加えていくと、これでおそらくいわゆるサンラータンみたいな感じの味になるんじゃないかなと思うんですけど、うん、
でもう返しにちょっと魚醤とか入れてあげたら開封の限定すぐできるんじゃないですか。ちょっと今ふわっとこれナンプラー入れたらいいんじゃないのってことでナンプラーいただきました。軽くね、むずい、ちょっとむずい。あ、あ、美味しい。いやこれうまいなぁ。よということで、ただいまですね、3杯目の TKM を完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、ゴールデンタイガーさんでお店おすすめのトッピングですね、 TKM のトッピングをご紹介させていただきました。まだまだ暑い日が続くと思います。これ TKM ってメニューはこの暑い日にねぴったりですし、熊谷っていう土地、激アツの土地でね食う TKM は本当に美味しいですので、ぜひね皆さんもこちらのお店に来てもらっておすすめの TKM のトッピング試してみてください。どれも絶品でございました。またですね、何度も動画では紹介しておりますが、ゴールデンタイガーさんね、冷凍のつけ麺や TKM 販売ページもございますので、ぜひねそちらも概要欄の方から皆様飛んでみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画と思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、また最近ではですねサブチャンネルの方でも活動しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。